アルマンポワのサロメの踊り七つのベールの踊りは、サロメがヘロデアンティパスの前で踊ったという踊りのことである。先例者、ヨハネの処刑をめぐる、新約聖書の物語の衝術では、王の前で踊るサロメについての言及があるが、ダンスには特に名前はついていない。七つのベールの踊りという名前は1891年にオスカー・ワイルドがフランス語で書き、 1893年に英訳して、翌年に英語版が発行された擬曲、サロメのとがき、サロメは七つのベールの踊りを踊るによるものである。このダンスは、リヒャルト・シトラウスのオペラ、サロメにも組み込まれている。マタイによる、福音書14によると、先霊者ヨハネは、王ヘロデ・アンティパスが、自らのイボアニ・ヘロデ二世の前妻ヘロデアと、 結婚したことを批判したため習慣されていた。ヘロデアは娘を説得し、ヨハネの首を皿に乗せて求めるように言った。ヘロデ自らはこれに反対するだけの判断力を持っていたが、いやいやながら、この要求を飲むことになった。古代ローマのユダヤ人歴史家、フラウィウス・ヨセフスが、ヘロデアンティパスの義理の娘の名前をサロメと記載しているが、 ダンスやサロメとヨハネの関連については何も述べていない。オーブリー・ビアズリーによる腹踊りは七つのベールの踊りの解釈の一つである。サロメのダンスが七つのベールにまつわるものだというアイディアは1891年のオスカー・ワイルドの芝居サロメに橋を発する。ワイルドはサロメのイメージを女性の欲望のゴンゲに変容させた。 フランスの先行する作家たちから影響を受けていた。ストリップティーズの歴史に関する著書を表している研究者レイチェル・シュタヤは、この点についてステファヌ・マラルメアジョリス・カルル・ユイスマンスの影響を指摘している。ワイルドは特にギュスターブ・フローベールの作品、ヘロディアから特に影響を受けており、この物語ではサロメがヘロデアンティパスを喜ばせようと両手をついて踊る。 この種のダンスは19世紀にジプシー風のアクロバットの一つとしてよく知られていた。ワイルドは最初はフローベールの物語に沿うつもりであったが気が変わった。シリーン・マリクによるとワイルドはアンサー・オショー・ネシーの1870年の詩ヘロディアの娘に影響を受けていたかもしれない。この詩にはベールをつけたサロメの踊りの描写がある。詩はさらにベールが渦を巻いて揺れ、 別れる、際の、宝石に彩られた肉体を描写している。1910年頃、サロメに扮する、ベリー・ガンサー・ワイルドはダンスを聖書にあるような王の、品格の前で披露する公的なパフォーマンスから王、自身のための個人的な踊りに変えた。戯曲では、七つのベールの踊りという名称以外に、ダンスの描写はないが、複数枚のベールが一連のものとして出てくることは、 これが脱ぎ捨てられていくプロセスを早期させる。シリーン・マリクによると、ワイルドは、サロメのダンスを描写していないし、ベールを脱ぐとも示唆していないが、このダンスはベールを脱ぎ、身をあらわにするものだと常に、当然のように想定されている。ワイルドの芝居は、ストリップティーズの起源の一つと考えられることもある。トニ・ベントリーは、ワイルドはブラケットで短く記しただけだが、 これが想像の世界に誘う。ストリップティーズの発明は上演できる劇場も観客も見つかるかどうかわからないというような検閲を受けた芝居のどうということはない一つのとがきに遡ることができるのだろうかオスカー・ワイルドが意外にも現代ストリップティーズの父だなどということがあるのだろうかと述べている。オーブリー・ビアズリーがワイルドの戯曲につけた差し絵の一枚では ビアズリー自身が腹踊りと呼ぶものが描かれており、サロメは透明なパンタロンを履き、胸を露出し腹をうねらせた姿で描かれている。ワイルドはオーブリーへ、私以外に唯一、七つのベールがどんなものであるか知っており、この見えないダンスが見える芸術家へ、とビアズリーのデザインを評価するメモを書いている。ベリーダンスというコンセプトはビアズリーがこのデザインを考える一年前、 1893年にシカゴで開催された万国博覧会に登場していたため広く知られるようになっていた。ホリー・ベルジェールで行われるロイフラーのパフォーマンスのポスター・ベントリーはバビロニアの女神イシュタルがタンムーズを探して冥界に下った際記録に残る最初のストリップティーズをしたと述べている。イシュタールは冥界の七つの門それぞれに宝石と衣服を残し最後は 帰れない土地に全裸で立っていることになった。オスカー・ワイルドは、この象徴的な無意識の世界である冥界への降下服を脱いで全裸になることを真実の状態にあることと等しいものにする儀礼、究極的にベールを脱ぐことをサロメに割り振った。ワイルドの七つのベールというコンセプトは当時、ベールの踊りとして知られていたものの人気に起因すると信じられている。 想像上の中東風ダンスを西洋化したものであった。ダンサーのロイ・フラーは特にそうしたダンスと結びつけられていた。1886年にフラーはアラビアンナイツというショーでニューヨークのスタンダード座に出演した。ロンダ・ゲアリックによるとこれは14曲の異なるオリエンタルダンスの演目であり、布のベールの代わりに蒸気の雲を使う蒸気のベールダンスを含んでいた。 リヒャルト・シュトラウスが擬曲をオペラ化したサロメにも7つのベールの踊りが登場する。上演の音以外ではこのダンスには名前がないままである。ダンスの音楽はオペラのクライマックスに近い。この場面の見せ方は演出家、振付やソプラの歌手の美的意向や歌手の踊りの技術などによって大きく異なる。シュトラウス自身はこのダンスは祈りに使う。 式物の上ででも行われているかのように徹底的に常文であるべきだと規定していた。それにもかかわらず多くのプロダクションではこのダンスが露骨にエロティックなものになった。1907年のニューヨークのプロダクションではダンサーが聴衆の前で全く容赦なく動き回り、視察的かつ事細かに踊ったため客席にいた宿女法がプログラムで目を覆ったという。 エルンスト・クラウスは、シュトラウス版のダンスは、甲骨に満ちた感能的欲望の描写を現代、音楽において定式化し、完璧なものにまで築き上げたと主張している。デレクビー・スコットの意見では、7つのベールの踊りのエロティシズムは、巨大なオーケストラの感能的な豊かさ、メロディのオリエンタル風な装飾、高まる興奮を示唆するクレッシェンドの思考と早まるペースにおいて記号化されている。 モード・アラン演じるサロメが七つのベールの踊りの後に、ヨハネの首を持つ場面ワイルドの芝居とシュトラウスのオペラは、サロメマニアと言えるような現象を起こし、多数のパフォーマーが、サロメのエロティックなダンスに触発されたショーを行った。わいせつでストリップティーズに近いとして批判されたものも、複数あり、ストリップティーズにおいて女性が、グラマラスでエキゾティックなオリエンタルダンスをする。 根強い流行につながった。1906年に、モード・アランによるサロメのビジョンの上演が、ウィーンで開幕した。ワイルドの戯曲に緩やかに基づいているものであり、アランによる七つのベールの踊りは、有名に、またある種の人々にとっては悪名高いものになり、アランは、サロメのダンサーとして宣伝されるようになった。アランのバージョンは、カイロやタンジェの旅行者には、 おなじみのお俗っぽさがない踊りの東洋精神により称賛された。ダンスは1908年、バイタグラフによるサロメ、または七つのベールの踊りというタイトルで初めて映画になった。1923年のサイレント映画、サロメではあらなじもばがサロメを演じ、ダンスを踊った。サロメは数回映画化されている。1953年の映画、上演の女サロメでは、 リタ・ヘイワースがストリップとしてダンスを演じた。1961年の映画キング・オブ・キングスではブリジット・バズレンがサロメを演じ同じようなダンスを踊った。サロメが酔っ払った身柄なヘロデ・アンティパスを肉感的に誘惑する様子は高く評価されており今ではバルゼンの最高の演技と広く見なされている。イタリア人の映画監督リリアーナ・カバーニによる1974年の 論争を呼んだアート映画、愛の嵐では、シャーロット・ランプリングが、強制収容所の生存者であるルチア・アタートンを演じた。ルチアが、ナチス親衛隊の制服に身を包み、マレエネディ・トリッヒの歌を歌いながら、監視のために踊る場面は、極めて有名だが、この場面で、ルチアを虐待しているナチスのマックスは、他の囚人をいじめていた、男性囚人の首をルチアに褒美として与える。 この場面はサロメのダンスを下敷きにしている。トム・ロビンズによる1990年の小説スキニーレックスオールには数時間に及ぶ7つのベールの踊りを披露する謎のベリーダンサー、サロメが登場する。ベールが1枚落ちるごとに主人公が人生について悟りを得る。リズ・フェアは1993年のデビューアルバムエグザイル・イン・ガイビルで7つのベールの踊りについて フェミニスト的な解釈を紡いでいる。ダンスオブザセブンベールズが4曲目に入っている。ありがとうございます。